今週も始まりました、春日部紬の埼玉金玉ラジオの時間です。あっという間にもう6月ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。アン氏は勤めていたデリヘル店を5月いっぱいでクビになってしまいました。円盤でやらせまくっていたのがお店にバレちゃったんですね。というわけで今お金が全然ないです。これまで稼いだ分があるじゃんって思う人もいるかもしれませんが、すでにほとんど使い果たしてしまいました。アン氏ね、基本的にお金を貯められない人なんですよ。その日のうちに使っちゃうことが多くてさ、薬とかすごい高いしね。生活苦でマジで鬱になっています。マジで辛いよ、苦しいよ、薬が欲しいよ。でもお金がないから買えません。もうこれ自殺するしかないじゃんね。今夜あたり釣ろうかな。酒でも万引きして一気飲みしてさ、もう疲れたよ、生きてるのが辛いよ、生まれてこなければよかったな。畜生。リスナーさんはこれが最後の放送になるかもしれないと思って聞いてください。それではお便りコーナーに行きましょう。ラジオネームずんだもんまいどくもちさんからです。つむぎさん、おはきんたま。はい、おはきんたま。もうすぐ父の日ですね。僕は最近性機能が衰えてきたお父さんを元気づけるためにオナニーグッズをプレゼントしようと考えています。おすすめのオナニーグッズはありますか？父の日か、親孝行だね。アン氏は感動したよ。アン氏は父の日に何かしてあげたこと一回もないな。逆に泣かせたり傷つけたり迷惑をかけてばかりだったね。お父さんのこと大嫌いでさ、マジでひどいことをいっぱいしてきたよ。ほんと今思うと申し訳ないね。もしも生きてたら今こそ親孝行してあげたいな。ま、お父さんはアーシが殺したんだけど、あの時はごめんね、お父さん。はい、それはそれとして、おすすめのオナニーグッズだったよね。性機能の活性化だったら前立腺を刺激する系がいいんじゃないかな。アネロスとか有名だけど、個人的におすすめなのは小さめのアナルフックかな。アネロスはね、昔エネマグラって呼ばれてたけど、気持ちよくなるまでに結構修行がいるのよ。サイズもね、小さいやつでも直径 2.5 センチとかあるんだよ。結構太いよ。このメールをくれた方のお父さんがすでに開発済みの人ならいいけど、もし初心者だったらきついと思うのね。アナルフックは自分の手で動かして自由に力を入れられるから快感が得やすいし、小型のやつなら直径2センチのが売ってるからね。お尻に入れる上でこの 0.5 センチは大きな違いだよ。ぜひ参考にしてみてください。お父さんを大切にね。それでは次のお便りです。ラジオネームずんだもんくらみじやさんからです。つむぎちゃん、おはきんたま。はい、おはきんたま。私は23歳の処女ですが、オナニーをすると白っぽいモッツァレラチーズのようなものがいっぱい出てきます。これってマンカスですよね。我ながらすごいキモいです。どうすればいいですか？あ、それは多分マンカスだね。誰でも出るんだけど、処女で気にするのは意識が高いね。いいことだよ。マンカスを減らすにはまず気を使って普段から丁寧に洗うことが大切だね。おまんこって個人差はあるけど、基本ひだひだが入り組んでるじゃん。なんであんなめんどくさい形してるのか謎だけどさ。でね、そのひだひだの間を丁寧に丁寧に優しくなぞるように洗うんだよ。最初のうちは分かりにくいかな。もし会えるのなら一緒に洗って見せてあげるんだけどね。アーシさ、バイセクシャルじゃん。女の子とも時々セックスするんだけど、結構マンカスだらけの女の子いるんだよ。そういう子も洗ってないわけじゃなくて、ベッチの前には洗ってるんだけど、洗い方が雑というか下手なんだよね。多分洗い方をちゃんと教わったことがないんじゃないかな。
安氏の場合さ、中学の時の保健体育の先生がすごいいい先生でさ、教室で自分のおまんこを開いてみせて丁寧に洗い方を教えてくれたんだよね。ひだひだの一枚一枚にどんな風に指を沿わせていくのかめっちゃわかりやすかったよ。アーシが放課後に質問に行くと個人指導もしてくれてさ、マジで恩師だね。ただこういう先生は稀だと思うし、基本的には自分でやってみるしかないのが実情よね。もし可能なら LINE ID とか送ってよ。都合がつけばアーシが直接教えてあげます。はい、それでは次のお便りを紹介します。ラジオネームずんだもんいんきんたむしさんからです。おはきんたま、つむぎちゃんの声でいつも癒されています。はい、おはきんたま、こちらこそいつも聞いてくれてありがとね。私は小学5年生なのですが、もう陰毛が生えています。ボーボーでジャングル状態です。この前同級生にそのことを話したら、早すぎだよとバカにされ、それ以来あだ名がマンゲちゃんになってしまいました。泣きたいです。どうすればいいですか？あだ名がマンゲちゃんか、アーシは可愛いと思うけどね。よ、マンゲちゃん、ごめんごめん、泣かないでね。マンゲね、そったり脱毛するって手もあるけど、そうすると今度はつるまんちゃんとか呼ばれそうだよね。まあ気にしないのが一番だよ。他の子もそのうち生えてくるしね。ちなみにアーシのお股はどうなっていると思いますか？ゴーボー、つるつる、濃いめ、薄め、皆さんいろいろ想像して楽しんでくださいね。はい、次のお便りです。ラジオネームずんだもん林良さんからです。つーちゃん、おはきんたま、初めてお便りします。はい、おはきんたま、初メールありがとね。僕は警察官をしているのですが、先日柄の悪いヤンキーに絡まれて実弾の入ったピストルを奪われてしまいました。どうすればいいでしょうか？なお怒られたり信用をなくしたりするのが怖くて隠蔽しています。取られちゃったか、まあそういうこともあるよね。気にしないのが一番だよ。平気平気、ピストルくらいで誰も怒らないからさ。きっと真面目な人なんだろうけどね。じゃあさ、アーシとセックスしよっか。嫌なことは気持ちいいことをして忘れちゃおうよ。興味があれば LINE ID を送ってきてください。それではここで一曲お届けしましょう。好きで付き合い始めたのに、いつの間にか心が離れてしまい、お別れの時が迫ってきたという曲です。四国メタンさんで、この恋は笑顔で終わりたい。ある金玉スタジオから、春日部紬がお送りしている
埼玉金玉ラジオ、後半もよろしくお願いいたします。ここからはゲストの方にも入ってもらいましょう。今日のゲストはこの方です。こんにちは、ずんだもんなのだ。ずんだもんさんは15年ぶりのご出演ですね。そんなに経つのだ。時が過ぎるのは早いのだ。前回ご出演の際は童貞の辛さについて1時間ほど語っていましたが、その後はどうですか？童貞は卒業できましたか？卒業したといえばしたのだ。よかったじゃないですか。おめでとうございます。だけど結局彼女はできなくて風俗で卒業したのだ。いいじゃないですか。風俗でのセックスも立派なセックスですよ。そうなのだ。なんだか恥ずかしいのだ。自分が元風俗嬢だから言うわけじゃないですけどね。風俗を恥ずかしがることないですよ。アーシの場合、逆に純愛セックスを迫ってくるやつが嫌いなんですよね。そうなのだ。そうですよ。あの事故に対する欺瞞的な肯定感オーラというか、自分を祝福された神のことを思い込みたいって感じの目ですね。もう臭くて、馬鹿らしくてね。あれれ、カメラ回ってますか？って思います。そういうやつにはヘでもこいてやるんですけどね。プップップーって。一方で風俗のお客さんって基本的に、やりたいから来た、とにかくやりたい、っていう人がほとんどじゃないですか。正直で、とてもいいですよね。むしろアーシはそういう人とやってる方が好きですね。でも僕は恋人がいたことがないし、恋人っぽい雰囲気も味わいたいのだ。シャワーを浴びる前にイチャイチャとおしゃべりしたり。うわ、うさ、キモ、ずんだもんさん、マジですか？トークとかめんどくさくないですか？めんどくさそうにされることもあるけど、僕はお話がしたいのだ。ずんだもんさんのクソつまらない話なんて誰も聞きたくないですって。女の子の側がプレイが嫌だから時間稼ぎでダラダラ適当なことを話すことはあるけど、お客さんの側から恋人モードで話を振られるのマジでないわ。多分ずんだもんさん、女の子たちにすげえ嫌われてますよ。そうなのだ。ショックなのだ。あれですか、手を握って好きだよとか言っちゃうタイプですか？結構言うのだ。うわ、やっぱ一番うざい客だわ。ずんだもんさん、マジでキモいですね。死んだ方がいいですよ、このゴミ。申し訳ないのだ。もっと謝ってください。キモくてごめんなさいって言ってください。キモくてごめんなさいなのだ。はい、そしたらそろそろコーナーに行きましょうか。わかったのだ。父の日特別企画、お父さん大嫌い、いい加減死んでくれのコーナーです。ルールは簡単。ここに6発だけ弾の入った拳銃があります。これで世の中のキモいお父さんたちを殺してしまおうというものです。一人一発で6人やるもよし、一人に6発使って蜂の巣にするもよし、評価は芸術点で行います。この拳銃はどこから手に入れたのだ？これですか？陽気で気さくなおまわりさんがくれたんですよ。そうなのだ。さあ、ずんだもんさん、なるべくキモい人を探してきてくださいね。でも僕は人を傷つけたり殺したりしたくないのだ。どんなにキモくてもみんな同じ人間なのだ。やだな、同じ人間なはずないでしょ。お父さんってのはおっさんですよ。おっさんってゴキブリと同じですよね。ゴキブリのくせに子供を作って子供に偉そうにするんですよ。最悪の害虫じゃないですか。これはね、害虫駆除なんですよ。キモいお父さんを一匹でも減らして日本を清潔にしましょうよ。いや、僕には殺せないのだ。命はすべて尊いものなのだ。命がすべて尊いのなら、アーシの命はどうなるんですか？いつも侮辱されて、蔑まれて、お金なくて、苦しい思いをしてるんですけど、
これっておかしくないですか？もちろん、つむぎちゃんの命も尊いのだ。尊くねえよ、バカ。尊ばれたことなんて一度もねえし。お前、マジでキモいな。殺してやるよ。ボコボコ、ボコボコ。うわぁ、やめてほしいのだ。この野郎、この野郎。キモいおっさんは全員死ねばいいんだよ。この野郎、この野郎。男は死ね、男は死ね、男は死ね、男は全員死ね。痛いのだ、やめてほしいのだ。アーシの言うことを聞くか？聞くのだ、だからもう殴らないでほしいのだ。だったら、そのあたりのクソ親父どもを殺してこい。わかったのだ、やってくるのだ。よし、早く行け。それではズンダモンさんが外に出ている間に一曲お届けしましょう。メローさんで足りない私。募集しています。あんなことやこんなこと何でも送ってきてくださいね。ただいまなのだ。あ、ズンダモンさん、お帰りなさい。どうでしたか？ちゃんとやれましたか？うん、かわいそうだけど一人やってきたのだ。やだな、全然かわいそうじゃないんですって。お父さんって存在は基本的にキモいし、ゴミだし、クソだし、みんなから嫌われてるんですから。いなくなった方がみんな幸せなんですよ。ズンダモンさんは今日すごいいいことをしたんです。そうとでも思わないとやっていけそうもないのだ。罪悪感がやばいのだ。ははは、すぐに慣れますって。あんまり慣れたくないのだ。それでは皆様、また来週も聞いてくださいね。生きていたら放送します。埼玉より愛を込めて、バイバイ金玉。バイバイ金玉。チュッチュッ。